それではただいまよりファーストピッチセレモニーが行われます。今日は札幌市出身で女子サッカー日本代表ディフェンダーの熊谷早紀さんが登場ということになります。2011年ドイツで行われたワールドカップでは全試合に出場を果たしてチームを優勝へと導きました。そして2014年のロンドンオリンピックでは銀メダルを獲得、そして先日カナダで行われたワールドカップでは不動のセンターバックとしてチームの準優勝に大きく貢献いたしました。国際舞台で収められた輝かしい成績をファンの皆様と祝福したいと考えまして、本日はここ札幌ドームにお越しくださいました。何かこう凝った演出ですね。本当ですね。キックですごいですね。皆さんこんばんは、なでしこジャパン熊谷早紀です。カナダのワールドカップではたくさんの応援ありがとうございました。また来年のオリンピック声援よろしくお願いします。という、熊谷選手による、札幌に札幌ドームに来ているお客さんに、ワールドカップでの応援のお礼を言ってということで、これからファーストピッチが行われます。で大谷がどうやら受けてということでしょうか、もしくはこれバット持ってきましたね、ということで大谷が打席に立つということになります。サッカーの選手というのは足技はうまいんですけども、なかなかこう投げる方になりますので、慣れていない、そんな選手多いんですけれども、さあ熊谷選手はどうでしょうか。ノーバウンドの送球ができるか。中根さんはどうですか、いろいろなこう、今はそれぞれ社会人として活躍されてますけれども、中根さん異業種といいましょうか、違うスポーツの方の交流というのは中根さんもあるんですか。はい、ちょこちょこ仕事から、はい、出てきましたね。今は野球界などを引退された方がやっている飲食店などをこうまとめたサイトなどを、やってらっしゃると、運営されている、そんな今日は中根俊さんもお迎えしているわけですけれども。なるほどね、やっぱスポーツ選手と話するのは面白いですね。すごい勉強になりますね、異業種でも。やはりそうですか、はい、野球以外の何かこうことを聞いてアイデアをもらうということになるんですか。そうですね、お互いアイデア出しながら、はい、いろんな話して本当楽しいですね、はい。サッカーボールに熊谷選手のサインを記し、そしてバットには大谷選手のサインを記しまして、そのグッズを交換ということになりました。いいですね。日本ですとこうなかなかこうスポーツを横切ったといいましょうかね、スポーツ間の交流というのは最近までなかなかなかったんですけども、ここに来てね、ぐっとこう増えてきましたよね、はい、やっぱプロもね、増えてきてますしね、はい、はい、日本でプロといえばもう本当にこれまではプロ野球というね、はい、絶対的な存在があったわけですけれども、サッカーも今 J リーグもどんどん盛んになっていますし、はい、海外で活躍する選手なども増えてまいりました。で女子サッカーも、本当にこうワールドカップや世界大会でこれ男子顔負けの結果を残しているという部分ですよね。みんな頑張ってますよね。その熊谷選手とそしてファイターズの代表大谷選手が進行を食べたと、そんなファーストピッチのセレモニーでした。